しょうです。今回はね、ツアーに参加してグラネット工事自然公園、コーヒーワークス、マンゴーワイナリー、ポートダーグラス、パームコーブを巡っていきます。自然が好きな方はね、絶対に楽しめるツアーになっています。僕はね、特にグラネット工事自然公園の景色とワラビーと触れ合ってる時間が最高に幸せでした。ということで動画始まります。もしね、楽しんでいただけたら高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。コーヒーワークスはマリーバという人口1万人の小さな町にあります。マリーバは晴天率が高いことで有名で、年間300日も晴れると言われています。気球ツアーの発着地としても知られています。で、この温暖な気候がコーヒーの栽培に適していて、オーストラリア産のコーヒーのほとんどがこのマリーバで作られています。コーヒーワークスにはね、いろんな種類のコーヒーとチョコレートがいっぱい置いてありました。でね、僕コーヒーにはあんまり詳しくないんですけど、結構ね楽しめました。でもまあ結構飲めるでしょ、これ。うーん、っていう感じなんで、まあちょっと自由にしてもらって、なんか今コーヒーの店に来て、ここなんかコーヒーベルトっていうところに入ってるらしくて、なんかね、ここの場所、今僕がいる場所がなんかオーストラリアのコーヒーの 80% ぐらいかなって言ってたかな、忘れたんですけど、それぐらい占めてるらしい。だからコーヒーで有名な場所らしいです。で、今ここコーヒー博物館みたいなとこいます。すごい、これなんやろ、歴代のコーヒーのあれかな、ポットみたいな感じかな。日本のここにあるなんやろ、豆引くやつ。僕あんまコーヒー詳しくないんでわかんないんですけど、へえ、なんかいろいろありますね。世界のコーヒー好きの人からしたら結構面白いんじゃないですかね。すごい、全然ここ全然人おらんけど結構面白いですね。僕全然コーヒー知らんけど、結構ね、これ見てるだけでね、面白いですね。いろんな世界のやつがあって、形もね全然違うし、面白いですよ。こんなんだよ、これすごいね。これもコーヒー作るやつですね、多分全部。面白いね。Do you remember how we kiss in the kitchen as the coffee pours? By the end, my face was sore from the start.すごい、外国って感じする。あーすごい、すごい、めっちゃ気持ちいい。ここグラネット工事には数多くの野生のロックワラビーが生息しています。なんかすごいよ、匂いとか。匂い、なんかすごい、え、なんかめっちゃ綺麗。どうじゃないこれ。うん、ヘビヘビヘビ。
She's acting like you're a tree. So that's why she's doing that. もう物みたいに物みたいにレセプションではね、餌付け用のロックワラビーの餌を購入することができて、自由にね餌付けすることができます。インスタ映えするようなね写真もね結構撮ることができます。トレッキングコースもあるのでね、歩くのが好きな方はぜひ歩いてみてください。だいたいね1時間半ぐらいのコースって書いてありました。Make me feel loved and treasured. Water in the desert. Make me feel loved and protected. What we could talk about. いいな。もうすぐじゃん。かわいい。なんだ。走っちゃったけど。ああ、帰ってきた。なんか来たよ。なんか来たな。エサ探してるんじゃん。え、これエサって分かってる、もしかして。あ、やばいやばいやばい。バイバイ。 So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert.もう一回。すごい、マンゴー、マンゴー畑。次はね、フォートダグラスに向かいます。フォートダグラスはね、ケアンズから北へ車で1時間ほどの場所にある海辺の小さなリゾートタウンです。で、ね、海に囲まれた小さな町にホテルやレストラン、バーやカフェが並んでいて、滞在中のね、ショッピングには困りません。はい、ナイハムです。サルチキンポッグサルチキンサルチキン Yes Thank you That's itThank you. 今ねご飯食べ終わったんでね、ちょっとねみんなとは別行動して、僕はね4マイルビーチっていうところにね行こうと思います。今雨季なんですけどね、今日はめっちゃ晴れて超いい感じの天気なんで、海がね綺麗かもしれないんでね、見に行ってみます。ビーチもあるのでね、ビーチを歩いたり海で泳いだりねしてリラックスすることもできます。クラゲとかワニとかスリッピーロック、滑る岩、ここにねクラゲの刺された時のやつがあります。なんかプライベートビーチみたい。ここ結構海の水きれいかもね。ちょっとゴミがいっぱい溜まってるけど、歩いていったら結構海の水はきれいかも。だからね、ここで泳げるかも。
ここの道めっちゃ好き。いや、こういう大きい木が道の隣にあるとすごいなんか開放感っていうか、そういう感じがある。やば、雷と雨がちょっと降ってきた。さっきまでね晴れてたのに、まあ、ケアンズだけかもしれないんですけど、めっちゃすぐ天気変わり、コロコロ変わりますね。晴れてたと思ったら大雨降るし、大雨降ったと思ったらすぐ晴れたりね、結構そういうのがあるんで、ちょっとね雨季のシーズンはねずっと傘を持ち歩いてます。じゃないとねもうすっごいびちょびちょになるんで、ほんとこっちの雨の量 やばいですよ。台風の時ぐらいの雨の量が一気に降るんで、しかも結構長いから傘持ってなかった時はもう結構終わりですね。だからね僕はねもう早く早めにみんなのね集合場所に戻りたいと思います。でね、雨降ってもいいように雨宿りしておきます。違うじゃん、いいね。まあ、最後完成でね。次はパームコーブですね。パームコーブも有名なビーチの一つです。でね、ケアンズに来たらね、パームコーブ行く人も結構いると思います。今回はパームコーブにあんまり滞在できなかったので、動画はね、そんなに撮れなかったんですけど、すごくね、リラックスできる場所だなって思いました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ということで今回の動画は以上になるんですけど、本当にね今回のツアーめちゃくちゃ楽しかったです。動物ともね久しぶりに触れ合えたのでめちゃくちゃ癒されました。でね、景色もめちゃくちゃ良かったし、コーヒーワークスのねコーヒーも美味しかったし、とビーチもね行けたんですごく満足でした。でね、マンゴーもいっぱいもらえたんでめちゃくちゃ良かったです。でね、今回参加したツアーはスマイルケアンズっていうところのツアー派に参加させていただきました。でね、インスタを概要欄に貼っていくのでね、もしね気になった方はそこから飛んで連絡してみてください。ということで今回の動画を楽しんでいただけたら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、ショーでした。ありがとうございます。バイバイ。